どうも、高井です。動画編集において、家電量販店で買える最高スペックのオンラインノートパソコン、Core i7、ジロキー UI とメモリー、1LBSSD、これでどれほどサクサクと動画編集できるのかについて話していきます。別に、ゲーミングノート PC が売ってましたよってことであれば、そちらを買えば、そうより快適に行えますし、なおかつ、デスクトップ置きレスペースあるんだったら、そちら買った方がコスパすごいいいです。ただ、 安く済ますよっていう意味で言うならば、モバイルノートパスコの場合、直販サイトの方がすごい安いですね。直販サイトでいいやそちらの方がいいじゃんっていうことで、やっぱのいうことそちらで買うことをお勧めします。では、ちょっと話していきますね。4年前に買ったヒューレットパッカードスペクトムってシリーズ。13.31で、COI7-8550U という省電力モデルなんですが、 こちらのノートパソコンには余計なソフト入ってなくて動画編集ソフトもどれ買えばいいんだろうって悩んだ結果買ったのがビデオスタジオプロですで結論から言うとめちゃくちゃ落ちます落ちるっていうのは電源がプツって切れるんじゃなくて動画編集ソフトが閉じちゃうんですよね閉じてしまう原因は後々ググりながら分かったんですけどメモリー不足が一番最大の原因で2番手は CPU のパワー不足みたいですねメモリー不足は 例えば動画のデータを取り込んだ時にサムネイルで表示されるんですけどその表示機能を消すってことですねデータの記号だけ表示されるようにするあと後戻り機能確か最初は50回とか30回とかあったんですけどそれを最終的には1回までにしましたその1回までの機能プラス CPU が使う処理能力あるんですが例えばレンダリングとかもそれに当たるんですけどね ほぼ全ての機能をオフにして、戻る回数1回までにして、ようやくまともに動くかなっていうレベルになりました。で、まともには動くんだけど、動画編集、私の場合は、1分の動画の内容に対して、1時間ぐらい字幕を打ち続けるという作業をやってるんですね。それやった結果、30分ぐらいのラインでものすごく重くなっていき、 もう40分50分となっていくつれてまたまたガチガチと重くなってくるんですね字幕データが突き詰めていくにつれて重くなっていくで1時間になったらもう限界って感じで30分超えたあたりから1分の内容打ち込むのに2時間とかかかったりしてで40分50分ぐらいになったらもう3時間ぐらいかかったのかな1分の内容で3時間打ち込み続けるというね 時間の効率悪いですよね。悪いんだけど、それが自然だと思ってやってました。で、スクリーンに横線が入るようになって、そろそろ限界なんだなと思って、乗り換えるごとく、FMV の U93H1WZ というライフブック、富士通のライフブック買いました。で、その時の今の CPU っていうのが、Core i7-1360P っていう、 以前からお U っていうラインが一つンランク上がったような12世代から出てきたモデルですね。で、買ったのがこちらですね。パワーディレクターっていう2024ウルトラス、アルティメット3とか、こちらを買いました。で、このソフト、落ちないっていうのは <laughs>、こちらを経験してる分落ちないというのは良くって、パワーディレクターの無料版入ってたんですけど、そちらを見て、あ、じゃあもう、 何も買わずこれ買おうって感じで買いましたねでなおかつ AI の自動文字起こし機能あるんですけどこれね正直言って使えないっすひらがなは8割ぐらい精度高いですけど漢字がうん無理だっていうレベルで字幕にはちょっと向かないねもうちょっとまっとっかって感じですね成長するのも待ち続けましょうって感じで AI 目的で 今はコアウルトラって出てますけどまだ字幕目的で買うだとか AI の処理で買うっていう意味ではもうちょっと様子見かなって感じですねでパワーディレクターを使った様子なんですけどだいまあメモリーの圧迫数だとか CPU がカツカツになっていくっていうのはほぼほぼ似たような現象だったりするんですけどメモリが限界だよってことを教えてくれるっていうのはすごい 強みですねメモリってだいたいサムネイルを消していただいたかデシベル数どれぐらいの声で喋ってますかっていうデシベル数を表示する表示を消していただいたかっていうことを例点外していくんですけど50回戻すって作業を5回まで減らして他全ての作業をオフにしていってで30分までは快適にサクサクできますデフォルトの状態だと10分が限界でしたね 30分からメモリーと CPU の格闘です。どこまで動画編集できるのっていう。で、30分超えたあたりから、3分動画編集とか、字幕打ち込み作業やって、で、セーブして、で、一旦ソフトを閉じて、で、再展開するとメモリーが、まあ、使えるようになってるんで。で、40分からは2分打ち込んで、セーブして、閉じる。 で50分からは1分とか30秒とかその打ち込みレベルでセーブして閉じるってことやってましたそれで54分内容を打ち込み切ったんですけど正直言って打ち,込打ち込んでる時間はすごい軽かったですなのでパワーディレクターは軽さっていう意味ではものすごくおすすめできるものかなって思っていますなので何を買うのかどんなソフトを使うのかも重要なんですね でたじゃあ CPU どうでもいいのかっていうとそうでもなくって出力する時間は COREI7 の 8550U の省電力モデルよりかは COREI7 の 1360P のモデルの方が圧倒的に速かったです以前の第8世代の処理速度でいうと出力に1時間かかってたんですけど今の13世代であれば20分弱でてきますねめちゃくちゃ速いです なので極力いいスペックのパソコンを買った方がいいっていうのは確かなんですけどメモリがカツカツで大変な思いにしたくないって人はもう 32GB のメモリとか 64GB 狙った方がいいですもしこの動画が参考になりましたらグッドボタンをお願いしますチャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります登録お願いしますそれでは